うです。高齢者人口ですら人口減が始まっている北秋田地域で心不全パンデミックが起こるのか、これに対して私の考えはすでに起こっていると。なぜならば、心不全の急性増悪、入院、対応、そして心不全の看取りに寄り添う医師、スタッフのリソース不足こそが、この心不全パンデミックの本体と考えるからです。当地で起こっている心不全パンデミックに対して、地域医療らしからぬ取り組みをしています。の先生方のご理解あってこそではありますけど、当方は救急対応、入院治療、そして退院直後の再発予防のコントロール、こちらを担当させていただき、多くの高血圧、心不全未病の方、そして心不全警戒後の安定期の患者さんをまたクリニックの先生方にお願いする、いわゆる WCG の関係性がうまく機能している状況です。高血圧で行けと言われてきましたと、当科あるいは内科外来に受診されましたら、患者さんの検診指摘歴含めた高血圧の利病期間の推定、また一般採血、微量アルブミン尿も含めた検尿、心電図脈拍検査などで、軽度の高血圧性の臓器障害の合併の有無などを含めて、高血圧治療の介入の必要性、そして緊急性を判断します。BNP を取ることもあります。例えば近隣の先生から BNP や心電図で気になるよという紹介があったとすれば、WCG の名の恥じぬように、当日に必要に応じて画像検査等を追加して、高血圧の治療の介入の緊急性、必要性に関して判断、結果をお返事するというやり取りをしています。高血圧の初回の受診が、あるいは高血圧の最初の指摘の際に、それが循環器外来であっても、他の内科系の外来であっても、近隣のクリニックの先生であっても、心不全という判断基準からステージ A なのか B なのか C なのかと、そういった目線で高血圧治療の緊急性を判断するよということになると思います。古いですが、皆さんご存知のスプリント研究を引用しましたが、9000人以上を対象に3年以上に及ぶフォローアップ期間で、原核治療群の方が脳卒中を含む MACE を優位に減らしたぞという信用度の高い報告になります。テーブル1で確認できるのは、積極治療群のイベント抑制に最も影響していたのは心不全抑制、心血管脂肪抑制であったと。そうなんですね。高血圧の患者さんのイベント抑制というのは、網膜症、目が見えなくなるよ、腎症で透析導入を予防するよということよりは、差し当たりの目標は心不全予防ということになろうかと思います。判断基準をもとに、高血圧の治療の必要性、そして介入の緊急度を判断するということになります。すなわち、数ヶ月は自宅血圧測定しながら減塩気をつけながら様子を見てねと言って、一旦返していいのか、すぐに高圧治療を開始しましょうという判断をするのかということになります。具体的には、高血圧で通院中の70歳代男性、70歳ということで、中等リスクの1度高血圧の方、すでに ARB を内服しているんだという方が、PAF で救急を受診したとなりますと、心房細動合併ということで、高リスクな1度高血圧と判断されます。エコーの評価の上でありますけども、ドアックを開始して、ARB では高圧心不全管理不十分と判断すれば、2に切り替えると、この旨をクリニックの先生に、情報として付与した上で、お返事差し上げるという形です。またこの方は脂質異常高血圧でクリニック通院中の1度高血圧中等リスクということでしたが、心電図異常、負荷心電図陽性だということで、無症状ではありましたが、冠動脈 CT を取ると回旋枝に有意な狭窄があるよと、冠動脈疾患合併、高リスクな1度高血圧と判断してアスピリンを開始するだけではなくて、ARB から ARNI に切り替えるよと。このことに関しても画像をかかりつけの先生にご報告して、必要な旨をお伝えしたというような形になります。
救急外来受診をきっかけに、あるいはクリニックの先生方から紹介状を持って当日受診された方への迅速な診療情報提供ということで、当日受診の方を当日迅速に必要に応じて、しかるべき画像検査を行って、適切な評価の上でお返事するということを心がけています。このためにご協力いただいている当院の検査技師の方々には、この場を借りて感謝申し上げます。もう一つ、心不全パンデミックを起こさせないという意味では、クリニックの先生方との提携だけではなくて、地域の健康増進に関わる介入と、いわゆる保険活動というか、そういった介入も必要だと考えています。例えば、厚生連合同企画で、農協ビル本社を巻き込んで、こういった減塩レシピ、こういった企画をしてみたり、秋田県の健康推進部門と一緒にタウンミーティングで市民啓蒙活動をしてみたり、そして学会と一緒に、こちら、二内科の同門会にもご協力いただきまして、健康ハートの日にちなんでセリオンをレッドカラーにライトアップしてと、こういった市民啓発も必要かなと考えます。禁煙については言わずもがなということで、ご覧になったことない方は、日本循環器学会から YouTube 等をぜひご覧いただければと思います。入院中の介入、再発予防の指導のみならず、入院前から退院後も含めた多職種の介入のおかげで、当地域の心不全予防を含めた循環器診療ができていると思っています。この場を借りて、当院のスタッフの方々に改めてお礼申し上げます。心不全パンデミックを起こさせない血圧管理ということで、ご清聴ありがとうございました。